どうも皆さんこんばんは、NM です。今回はついに発表されました東京グルリインボーク超大型リニューアルについて話していきたいと思います。まず今回のリニューアル、内容は大きく分けて3つあります。まず1つ目、RE1、新コンテンツ占領戦を実装。内容はですね、東京23区全土を舞台にプレイヤーがグールと人間の勢力に分かれ、各区域を奪い合うかつてない大規模バトル。果たしてグールと人間、東京を制すのはどちらなのかということでですね、プレイヤー同士の陣取り合戦のようなものなんでしょうかね。ゲーム画面下にはですね、覇権、捕獲、戦術、情報等ありますが、覇権でね、思いつくのが、グルカルのアリーナですよね。似たような感じになるのかもしれません。実際にプレイできる日が楽しみではあります。次。RE2 全キャラクターアニメ表現にということでですね、これまで 3D で表現されていたキャラクターイラストを全てアニメ表現に、今まで以上に東京グールの世界に入り込めること間違いなしとのことです。これはですね、ほとんどのユーザー、特にグルカルから移行してきたユーザーの皆さんが、リリースからインボケリリースからずっと望んできたことではないでしょうか。リリースされて、そろそろ1年を迎えようとしてるんですけども、やっと変更されるみたいです。しかしですね、少し前に実装された EX キャラのイラストは、僕正直ね、悪くないと思うんですよ。特に最近のアモンとか、先週までの駆逐で手に入る10像、そして去年かな、去年の11月か12月ぐらい、12月かな、やってきたムカデカネキモデル、おそらくね、イラストで、インボケフェスゲンでね、出るんではないかと予想したんですよ、ムカデも。でも、今回この RE2 の内容は、全キャラクターをアニメ表現らしいので、インボケオリジナルの EX キャラのデザインとかが、もしかしたらなくなるかもしれないというか、書き方からしてもなくなるんじゃないかなとは思うんですけども、なくなってしまうのは、残念だと僕は思っています。僕ね、特にね、重蔵とね、先週の10像と、ムカデのイラスト、ちょっと出しときますけど、ムカデのね、キャラデザね、めっちゃ好きだったんですよね。あと、なんか、バトル中も、キャラのカットインとか、入るみたいですよ。どっかで見たことありますね。100% ダメージ。かっこいい。講義はちゃんと聞けよ。RE3、バトルシステム改革。内容はですね、タップコンボの拡張やチーム編成が4人から6人になるなど、ゲームシステム面でも大型アップデート予定。これまで以上に高い戦略性と爽快感が味わえるということでですね、もともとインボークってタップコンボバトルをなんか推しにしてきたじゃないですか。でも、もうみんな今ほとんど使ってないっていうか、なんか忘れてましたよね。多分僕もそうなんですけど、教習でもね、だってシフト回数1回とか制限あるから、なんかちょっとこう慎重にやっちゃってね、なんかもうみんなやってない感じじゃないですか、今のところ。俺があれでしょ、いつもの毎週の実況でさ、タップコンボ決めて、ここをタップしたらチェーン繋がるみたいな言ったとこ見たことないでしょ。初期の方言ってたかもしれないけど。でね、画像をよく見てみると、この38人って出るんですよね。で、最大6人パーティーかつこの有利属性システム的なアイコンがさ、この本当に一番下あるじゃん。なんかほら、火は何、草に強いみたいな、で水は火に強いみたいなあるじゃん。光と闇みたいな、某パズルゲームみたいなあれがあるじゃんね。で、あるみたいなんで、多分ね、これまでのね、インボケの戦闘とはね、大きく違ったものになりそうではありますね。はい。で、最後にですね、リニューアル記念期間限定ガシャチケットを配布開始してるみたいです。僕も受け取りましたけど、これまだあれですよね、使えないのかな、わかんないですけど、よかったらですね、この機会に友達にですね、インボケを進めてみてはどうでしょうか。ついでにね、僕のこともね。では、よかったらね、皆さんの今回のリニューアルに対する意見をですね、何でもいいですよ。やったーとか、こうしてほしいみたいな、そういう意見があればですね、コメント欄に残していってください。チャンネル登録もお待ちしております。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。